ので、こっちはすごく地に足ついてる感じですね。この影のところ追加していきます。皆さんこんにちは、猫屋です。今日はですね、こちらのファッションスケッチを描いてみました。でこちらのファッションスケッチはクロキーとか、あと水彩ですね、あとまあファッションとか、あとまあガーデニングとかね、あとまあインテリアも含めかな、まあ、その私のちょっと好きなものをね、ちょっとこう1枚の絵で表現するとどんな感じだろうって思ってちょっと描いてみました。今までクロッキーだと、ポーズの写真を撮ってそれをね使ってたんですけど、写真だとちょっとこう固くなるし、ちょっとね、あの思いついて玄関の前で動画を撮ってみましたね。動画でいろんなポーズ撮ってみて、その中でこう、一時停止して、あ、このポーズいいなとかね、ちょっと自分でもやっぱりなんか知らないポーズとかって実はいっぱいあったりするので、なんかその辺でこうちょっとチョイスして、で選んで描いてみました。というわけでね、今日はこちらの制作動画をお送りしますのでご覧ください。はい、では描いていきましょうか。でまず最初にね、また30秒クロッキーで骨格の形だけちょっと確認してみますね。これはそうですね、右足に重心がかかっているっていう感じですね。顔があってね、こういう風に顔がなって、ちょっとこっち向いてますね。で首の形も結構重要ですね。なんか面白い形、ちょっと上斜め上向いてる感じ。で少しこうかな、中心線があって、骨盤はこういう感じかな。でちょっとこうね、重心がかかっている右足なので、こっちはすごく地に足ついてる感じですね。でこっちの少し手前になってる、少し肩かかといてるかな。ぐらいな感じですね。体的にはちょっとこっち側の方が、まあこう線があったとしたらこっち側にこういう感じですかね。で右手はただブランとしてて、でこっちの手はここに手のひらがありますね。こういう感じ、このような形になっております。まあ、大体30秒というか、ちょっと喋りながらですけど、骨格の形を確認していました。まあ、大体こう中心線とか、まあ、大体腰の高さどのくらいかなとか、地面はどこにあるかなっていうのをちょっと確認してみました。まあ、でこちらを元にちょっと今日は時間とか決めずにですね、まあ、楽しく描こうかなとまあクロッキー兼ファッションスケッチっていう感じで描きたいなと思います。でこちらのキャンソンのですね、アクアレルの A4 サイズですね、画用紙スケッチブック、こちらに書いていきたいなと思います。で鉛筆は、6B の、何にしようかな、三菱ユニの廃ユニの 6B の鉛筆と、あとは消しゴムを使って書きます。大きさね、ここに入るぐらいだからね、まあ、大体でもこの子と同じぐらいの大きさかな。で書いてみたいと思います。
細かいの消すときはこのモノゼロってやつを使ってます。
ょっと細い、硬くて細いこの HB の鉛筆目のところだけ使ってみます。書けました。かなり慎重に書けました、はい。ここからは楽しく水彩で色をつけてちょっとねよりファッションスケッチっぽくしていこうかなと思います。絵の具はこのレンブラントを使います。であともう水筆ですね、ちょっと簡単に書いていきます。楽しかったですね。ちょっと本当久しぶりに書いたな。色つけると、まあ、陰影が表現できたり、まあ、ちょっとよりイラストっぽく、まあ、やっぱりカラフルになると情報量も増えていいかなと思います。ちなみにあのこちらの黒いワンピースはですね、去年ですね、ZOZO タウンで買いました。確かね3500円ぐらいだったんですよ結構リーズナブルで、ちょっとね胸元の刺繍がワンポイントで気に入ってます。この水彩のこれをやりたくて描いてるんですね。ちょっとねここの、ね、影のところ追加して描いてみます。で足元は黒いサンダルにレースの靴下を履いてます。なんかね最近ちょっとこうサンダルに靴下っていうのも好きでやってますね。それでこのバッグはハンドバッグは、前もイラストに描いたことがあるんですけど、まあ、デシグアルっていうところのハンドバッグで、そこにね Life is awesome って書いてあるっていうでそこの、持ち手のところは本当は違うものの、もともとは白い持ち手がついてたんですけど、ちょっと別のねハンドバッグのちょっとこのカラフルな、肩掛けの持ち手を付け替えて使っています。なのでよりカラフルになってます。で最後に、黒いサンダルをしっかりとちょっとね色濃くして、暗めの色を使って、それと同じような色をちょっと髪の毛のところとか、あとまあ洋服のシワのところですね、その辺にこう入れて、こう全体的に絵を締めて、色を締めて、なんかちょっとまとまりのある感じに仕上げています。はい、こんな感じでできました。できました、じゃーん はい、またなんか初めてのシリーズなのでとても楽しみです。またこれはですねちょっと継続的に続けて描いていきたいなと思います。
今日もご覧いただきありがとうございます。